無限に広がる大宇宙、悠久とも思われる果てしない時間の中で、人類の繁栄もまた夜空に輝く流れ星に等しい。こちらより上だ。火力を集中しろ。何？敵襲？敵に発見された。カオル、至急第二格納庫へ向かってくれ。未完成のスタンビートを運び出すんだ。第一格納庫のスタンビートは完成してたでしょ。直撃だ。シミュレーション中だった正規パイロットともども跡形もなくなった。正規パイロット、ケリーやダイナスが。スタンビートの触媒がアインシュタインクラックを起こさなかったことがせめてもの慰めだ。起きれば半径数キロの大地が消滅していた。ダイナスが。急げ、ここも長くは持たん。君、東郷君、脱出準備は完了した。目的地は南米基地。そこでスタンビートは最強の兵器に生まれ変わる。南米？しかしアマゾンは真っ先に攻撃を受けて惑星改造により壊滅状態のはずです。そこに敵の油断があったのだ。地下70階を誇る南米は今となっては地球最後の拠点だ。よいか、スタンビートを頼んだぞ。了解しました。パパ、いえ、所長はいかがなさるのですか。敵の目をこちらに引きつけておく。君たちが成層圏に上がるまでは持ちこたえてみせよう。急げ、発進しろ。行くわよ。了解。